フイオワは、フランス北部、オードフランス地域圏のソンム圏にあるコミューンである。住民は、フヨザアイアンズと呼ばれる。ピカルディ地域圏のコミューンのコルビの南に隣接する、フイオワは、コルビオゴーリで3番目の人口を占めるコミューンである。フイオワは、コルビからアミアに至る道路とフイオワから、ビレブルトヌーを通過してもレイユに至る県道の交差する地点である。フイオワから、 ビレブルトヌーに向かう RD23 フィーワを見下ろす山の瀬の頂上にあるオーストラリア国立記念碑の前を通過する土壌と地層の性質コミューンの地層はいくつかの場所で一様に同じ高さの白い白亜質からなるその土壌はデータントソンム川渓谷の現代の奇跡土と山の斜面にある通称レンガ土と呼ばれる脆い堆積物または デイドから構成される。コミューンの南東にある洞水港には、噴砂機で掘られた赤い粘土の中に、フリントが見られる。地形と景観と、植生コミューンの北側は、ソンム川運河が境界となっている。それから、コミューンの北側と南側の標高は高くなっている。コミューンの中で一番標高が高い地点は、コミューン南東のソンム川渓谷全体を見下ろせる。 イノークールへと至る道中にある。そこからアミアン大聖堂の先頭を見ることができる。水路測量ソンム川とソンム川運河がコミューンを通過している。湧き水に関する治水事業は腐食土層に浸透させて対処している。不意弱に流れるソンム川は、不意でコービーとポーンでローマを隔てる、ビエイユソンムを含むいくつかの分流に分かれる。気候コミューンの気候は、 西風と南西からの風が強い温帯の海洋温帯である。コミューン内の都市計画と整備計画。フイオアは、コルビと同じ都市建築物群で連続した建物を構成している。アミアンとペロンネを結ぶ県道1号線の両側には、都会的な街並みが等間隔で続いている。北側のソンム川運河、南側のビレブルトヌー、東側のアムレーと、 それぞれ向かう道路に並行して住宅開発が行われた。フイヨワは今後、アミアン都市圏の郊外として発展の道を歩んでいく。フイヨワとオービニーの間には土手沿いに木を植えた整備されている池がある。経済活動と行政サービス経済活動は、主に輸送ロジスティックス、印刷、工芸、小売り、そしてアミアンへ向かうフイヨワうちの人や物の流れを、 周辺部へ平準化して流通させることに特化している。退職者の家と幼稚園と小学校の数は人口単位で提供されている行政サービスの基準を完全に満たしている。フイオアの古代の地名の綴りは1288年の資料によれば次のようなものがあった。ホロイジーム、ホリアカム、ホリアトム、ホイリアカム、ホラト,トム、ホーイー。この地名は 古代の住居が紅葉樹の豊富な植生の中に建てられたという事実から由来するものとしている。ロジェアが種は航空考古学の航空機を使った調査の際にレチャンプマーチンという場所でおそらく青銅器時代の遺跡であろうと思われる円形の過去位置と10中89鉄器時代の遺跡であろうと思われる赤い土の存在を明らかにした。 オーストラリア記念館は、フイヨワとビレブルトヌーの間の小高い丘陵地の上に建てられた。ソンム川、運河ビレブルトヌーのオーストラリア国立、戦争記念碑の墓地網案大制度に安置されている、フイヨワのエブラールの横たわる墓の彫刻。コミューンの武器は、1350年の刻印に現れた、フイヨワの憲兵隊のものを踏襲するものであり、文章記述で例えれば、青字に、 金色のユリの花に同型の二つの尖ったクローバーをつけたものである。ありがとうございます。